さあ、半沢さん、はい、うちのメンバーにですね、はい、非常に手先が器用な方がいらっしゃいまして、はい、僕以外にあなたもね、アトリエでね、小道具を作ったりとか、はい、それとありますんで、それ以外にもですね、はい、いろいろ手先が器用って言ったらいろいろできることがあるわけですよ。まあやれ、まあ、料理だとか、はい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 、まあやれ、まあマッサージだとかうちのメンバーに、はい、ちょっと最近手品にハマってるっていう方がいらっしゃいまして、ほう、今回ですね、その手品がどんなもんかっていうのをですね、はいはいはい、一緒に見てみようじゃないかと。なるほど。じゃあその手品師登場していただきましょう。あー狭いよ。狭いよ。なんだこれ。私だな。昔からちょっとマジックを趣味としてたんですけど、さらに最近再開発しまして、はい、ある程度のちょっと新しいものを仕込み、へー、すげー。はい、そう、実は、はい、清盛さんと佐野さんとで、そういう特技を披露し合うっていう企画を取ったんですけども、はいはい、ちょっとそれが、ちょっと保存がうまくできなくて、なんと、ちょっとお蔵になってしまったってので、はい、清盛さん的に、その写しやすいカットってどんな感じになりますかね。そうですね、まあだから向こうに写ってもらえれば、皆さんそう、うちらは観客なんで、うちらは写らなくていいんで、清盛さんだけ写ってもらえれば。じゃあ僕ここじゃあこのシートも清盛さんが持ってきたやつですからね。そうです。タレと仕掛けしかないんだろう。すごい、もう簡単なものからやっていきましょう。はい、まあ多分デルさんとか兄さんもちょっと一回見たこともあるんですけど、まずはこの200円、200円と、はい、こちらのコインのシートですね。これを、まあ、両手重ねます。これをで、これである。メルナー、彼はまだ腕は止まってないんだ。こう3人に緊張されるもんで、ね、できるものがね、こうやってグッてやると移動する。おー、移動する。ということで次はね、バイシクのトランプ、ちょっと開封済みなんですけど、それはご用意してください。はい、じゃあこれもスペードのジャック、はい、ありますね。これを上に乗せて、よいしょ。で、やると。おー、やっまだ。なるほどね。スペさんが。ってやると。おー。ちょっと簡単に。ほんと簡単なのしかできないんですけどね。申し訳ないんですけども。ねえ。なんでよくないまあ、さっきこっちを使ったトランプっていうのも、まあ、使用済み。はい、全くもっての新しいトランプを買ってきたんですよ。おお、種も仕掛けもないやつだね。種も仕掛けもない新しいトランプです。おお、プラスチックトランプって書いてあるトランプ、プラスチックトランプで、こちらで予言マジックですね。それを最後していこうかなと。まあ種も仕掛けもないわけですね。おお、まあ、もう本当に個包装されて今なんです。でも仕掛けもないから飽きもしない。飽きもしない。でれーで、今回使わないのは、このジョーカー。ジョーカーは使うんです。はい、で、使うのはこちら。これはまあ後で使うんですけども、まあ実際にこれ、まあ全体的に見ると、固まってますね。固まってるんで、はい、これを付け根でシャッフルします。全体的にね。で、私のスマホ、ギャラクシーノートエイトなんですけど、これね、でもう、そうなんですけど、じゃあさらに私の方で、まずジャックしましょうか。お、なんか、後から私がやるわよっていう周到的な。おー、これだけがマジックじゃないですけどね。まあ、バラバラなことを、はい、まあ、見ていただければ。はい。で、まあ、これの状態で、これからですね。ということで、じゃあハズさん、上から好きなところでこう山を掴んでください。掴んだ。掴みました。じゃあちょっと軽く上げてください。上げました。じゃあこちらの方もう使いません。もう使わない。で、今この上に置いてあるんですね。で、私がまあちょっと勝手に動いた。動いた。おお。掴みますよ。まあ実際に今先の未来ということで。今これから半蔵さんが引く数字っていうのがこのイメージが見聞色ですね。
見聞色の吐き出み、まあ見聞色は持ってないですけどね、こちらの顔なんだろう、スペナマですね。はいはいはい、パンデさん嘘だあ、ハズが切れた。お、はぁ、やられたよ条件が。なんだ、あ、まあ、ちょっとこのマークがちょっと違うからな。いちゃもんということで、私のちょっとしたマジックでした。